構図でうるさいけど、ここ寝れるからここで寝る。起きてる人に声をかける。なんでいるんですかみたいな。うん、やっぱり空港は、まあ、基本的にはホテルじゃないからいる分にはいいんだけど、はいはい、やっぱり荷物とかは自分で管理してもらわないといけないから。わかりました、すいません、帰れなくなっちゃったね、ごめんなさい。はい、全然すいません、はい、見つけてもらったら。ありがとうございます。あ、うまそう。普通に食いたい。電車が370円、これで電車だから残り19円です。19円で3日過ごす。 Thank you for taking 南海 Railway today。万発のキャラクターキモ。あと2年以上あるから2年のうちに慣れなさいってことなんだろうね。多分2年経ったら可愛くなるんだろうね。これ残り19円でね、どうやって生きていくのかって話なんだけど、最初の方にも言ったけど7年一応やってきたわけじゃん。この7年を信じようと思ってる俺は。だからツイッターで飯と宿くれと言った。うん、まあそもそも飯と宿があれば大丈夫だから、まあそもそも宿があったら多分シャワーも貸してくれるから、飯おごってって言うとなんかちょっとあれかもしれないけど、個別オフ会って言うとめっちゃ綺麗に聞こえるのよ。サイゼとか吉野家とかでいいから、もう安いもんでもいいから個別オフ会という手を使って飯と宿を確保しに行く。何百円とかでオイラと喋り放題。まあ宿はもう今のところもうすでに最初から自分の家ないから、そのホテル泊まったり漫画喫茶泊まったり実家泊まったり、まあ人んち泊まったりをしてきてるから、まあその流れで2泊確保して0円でね、2泊確保して、でもうすでに腹減ってるから、ちょっととりあえずツイッターで。おー、綺麗。やっほー。大阪港の駅で昼飯をおごってくれる子が見つかったから個別オフ会ということで、ちょっとその子と個別オフ会してくる。待ち合わせみたい。いやマジでありがとう。あ、いや、こちらこそですよ。いや本当にマジでか神だよ本当に。好きですね。やったー。やったー。高級品だ。よっしゃー。やったー。やったぜ。あー、うざい。いや、諦めよう。諦めんの？諦めます。いけたの？諦めました。一発やったね。恥ずかしい。まあ、三郎さんと喋ってから、あ、楽な方取りてぇなと思って、うんうん、楽していきたいんで。間違いないね。極力楽に見たよ。嫌いな人は嫌いってそのまま言ったら、嫌いな人が近づいてこなかったんですよ。で、悪口とか言われたんですけど、うん、何のダメージもなかったっすね。いや、他の生徒に合わせに行くってことはさ、
もうこっちはコストかけてるわけじゃん、うん、それなりの対価が来ないと傷つくの。あ、素を出すってさ、一番最高に心地いいわけじゃん。心地よかったらノーダメだからね。心地悪くしちゃうから食らうからね、あれ本当に。いいことだ。いや、今日はありがとう。いや、こちらこそです。いや、本当にありがとう。ぜひおごらせてください。オッケー。本当、安くていいから、本当に。はい、でも35キロ、チャリこいで、スキーおごってもらった。イエーイ。ラッキー。いや、感謝だわ。人のお金で飯が食えるのは、本当に感謝。うん、ありがとう、みんな。なんか騒がしい公園。すげえ騒がしい。なんか、今日は夜飯もおごってもらいます。なんかラーメン食いたいって言ったらラーメンがもらえます。雰囲気がいいよね、難波って。大阪が好きだね、そもそも。こんばんは。わー、おはようございます。ヤッホー、ヤッホー、初めまして。いや、ありがとう。キモ。でも地元の先輩にも言われる、ほっとけないって。うん、なんか、うん、守ってあげたくなる。ああ、やったありがとう。獣の才能あるって初めて言われた。嬉しいです。全国のさ、母性本能が強い人に救われてるわ。そう、ただ母性本能強い人もいます。ああ、なるほどね、うん、いただきます。やったー、マジでありがとう。ホストと三井でね。まあね、ホストと思ってたの。え、違う、違いますよ。ホストと猫どっちが近いって言ったら猫じゃん。その猫とかにちょっといいさ、キャットタワー買うじゃん、うん、あ、キャットタワーよりラーメンの方が安いから。うん。何でも喜んでくれるそうですよね。あ、結構そうかも。安いもので美味しいって言ってくれる人はね、嬉しいですね。みんな猫飼いたいわ。あ、じゃあ呼んで。そういう意味じゃない。今のはちょっとね、変わってる人好きなんですよ、めっちゃ。何考えてんねやろね。わかるわかる。なんかそれがわからへん人、なんか謎で言ってる、すっごい大好きで。てか仲良くなりたいと思う人はそういう人。変わってるって自分でみんな思わないじゃないですか。なんかその変わろうってのがないよ。デポで生きた結果だから、これが、うん、20代とかの半ばになってくると、無個性だから自分がどうなったか分かりません、ちょっと個性的になりたいですが結構王道なのよ。あ、はいはい。だけど俺はもう逆で、個性的すぎるから別の人と会話するにはどうしたらいいかみたいな。タバコしない、タバコしない、酒しない、酒しない、ギャンブルしない。え、じゃあほんまに、え、なんかお金使わんと生きていけるじゃないですか。うん、旅行も行くし、温泉も行くし。旅行行くしっていうか、もうなんか毎日旅行でしょ。まあな。ザッキーは面白いけど。え、私、うん、全部オレンジですよ、この家。あ、いいね、最高じゃん。いや、ほんとそうなんだよな、もう絶対オレンジだもん、俺電気。え、なにこれ。あの、ベトナムのお土産です。やった、ありがとう。ちゃんと呼んでください、それ。めっちゃまずくて。で、誰ももらってくれる人おらんから、ちょうど今。よかった、嬉しい。処分先が見つかって。はい。もうほんと、うわぁ、ちょっと上は1万ですよ。やばっ。でしょ、気分悪なるでしょ。屁食ったみたい。え、それは分からん、臭さ。前日にな、食べたもん。え、めっちゃこれあったかい。そんで、ありがとう。890円。上下で、そこの薬局で買いました。そう、大阪。え、なんで、なんで持ってんの、買ってんの、本当に。会社が、その年末に毎年くれるんですよ。で、それで使わないから、俺らがもらっていいと。はい。やったすごい、こんなに私尽くしたことないですよ、人に。ほんまに。ありがとう。え、パンツ脱がないですか。洗濯マジでありがとう。いい匂いに、あの柔軟剤多めにしときます、ね、やった、はい。そうだな、臭いからな、段ボールで寝たやつもな。はいはい、臭いから。私のまで臭くなったら嫌やから。はい、何やそれ。履いてください。めっちゃシャンプーいっぱいあるから。うん、何その手を。最悪ですよね。いや、いや大丈夫、全然ね、俺はね、何も気にしないしよから。女子ってこうじゃないって思ってる人多いじゃないですか。俺は思ってないぞ。男の人って女の人に対して理想を描きすぎてて、描きすぎやな。これが普通っていうのをちょっと知らしめてほしいですよ、世の中に。ラブホみたいになってる、このシャンプーの数。やし、ここ上がってラブホみたいじゃないですか。ここ虹色に光るようにしたんですけど、うん、なんでトイレ虹色に光らしたの。でももう電池切れちゃいますと。だから座ったら虹色に光るようにしたんですよ、うん、なんでよ。だ、座ってるとこ見えへんやん。だってえ、じゃあ隙間はあるじゃないですか。ケツが全てを埋め尽くすわけじゃない。なんかせっかくこういうとこやし、ちょっとラブホっぽくしようかなと思う。ラブホのトイレは虹色に光らん。こっちじゃん、虹色に光るのは。泡のやつがあったな。、うん、こっちじゃん。私も床の方が、冬は床、夏はちゃんとベッドです。で、だからこの、あ、そうか、そうか、ぬくいから。
ぬくいからか。そう、ぬくいから。意味わからんよ、床で寝た。いや、え、床で寝たくない？じゃあ今。え、だって私は床でいいもん。面白。そう、楽しかった。いや、楽しかったっすね。うん、おはようございます。おはようございます。朝が早いねお仕事ファイト、はい、楽しく1週間頑張れそうです。ああ、よかった。まだ寝とっていいのかい。ゆっくり休んで勝手に帰ってください。うん、ありがとう、本当に。いろいろと。いえいえ、こちらこそ。行ってきます。うん、うん、またね。またね。ファイト。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。バイバイみんなおはよう。むちゃくちゃよく寝た。うん、ラーメンもむちゃくちゃ食ったし、なんならあの限定品のアイスも食ったし、もうめちゃくちゃ良かった。もうこっから今日も明日もずっとここにいたいぐらいなの。もうそらそうだ、10円しかないのに。10円しかないからさ、それはね、ここにずっといたいよ俺は。うん、だしね、そもそもね、もうあの今回 Vlog なのよ、これは。おいらの Vlog。 あのまあこんな感じで人の家を渡り歩いてますこれモンスターもマジででかいね。俺もうモンスター依存症だから、モンスター飲まないと生きていけない人だから、ちょっと酒タバコギャンブル絶対しないけど、モンスターだけは絶対飲まないかんから、ちょっとやっと命の恵みを。あ、うまっ。やっぱ服もらった。なんかいらないものをたくさんもらえた。服とかこれ使わないらしくてな、服もらって、でベトナムのまずかったお土産をもらった。その空港で寝たからかもしれないけど、もう体がめちゃくちゃ痛くて、体めっちゃ痛いし、お酒入ったし、コンディション最悪なのね、今。そう、だからまあずっとここで、この家で寝て本を読むっていうのもありだね。全然ありなんだけど。今日の昼をどうしようかだけど、ザッキーが、あの、洗い物、皿の洗い物とかしてなかったから、まあ、この辺で皿の洗い物をしといて、まぁ、ちょっと、あ、ありがとうって。調味料何があるかわかんないけど、今日のメニューは、うどんっす。うどんで、あの、食材を使わずに調味料で適当に作るよ。まあ、皿洗いするから許してください。これを見てオイラをこの先家に泊めたいと思うかどうかは知らんけど、みんながまあ泊めてうどんが多分茹ですぎても大丈夫やろ。うん、みりんとだし醤油で食おうかな。即席みりんとだし醤油うどん、イエーイ。いただきます。うまっ。だから3次元でオイラを大切にしてくれる人にオイラは皿洗いをするで、床を積むオイラは人の家に泊まって、皿洗いをします。Thank you.